皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回の動画は早引き研究会わーということで、まあ、ちょっとネタっぽい動画でございます。まあ、世の中に早引きの曲っていっぱいあるわけじゃないですか。けれども簡単そうに聞こえてもめちゃくちゃ難しかったりとかで、逆に難しそうに聞こえても実はそんな難しくなかったりとか、結構まちまちで、じゃあ実際どれが難しくてどれが簡単なのよみたいな感じに思ったことってありませんでしょうか。なのでこの動画では、まあネタですよ、ネタです。ネタで、この曲の速さはこれだ、この曲の速さはこれだ、この曲の速さはこれだと、それぞれの曲の速さを数値化することで、それぞれの曲をね、比べて、これが速い、あれが速いみたいな話をさせていただこうかなと思っております。もちろんね、フィンガリングとか、フレージングによって難易度は もちろん変わるんで、本当ネタなんですけれども、まあお酒とかジュースとか飲みながら、まあ、のほほんと楽しんでいただけたらすごく嬉しいなと思います。よかったら最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。で、先日、ツイッターにこんなポストをさせていただきまして、あなたにとって早引きの曲といえば、皆様アンケートご協力ありがとうございました。皆様からいただいた、アンケートの曲を、今回は題材にさせていただこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、まずですね、一番最初、まずアンケートで一番多かったのがポール・ギルバートですね。まあ、テクニカル・ディフィカリティーズとかあったんですけども、やっぱダディ・ブラザーがすごく多くてですね。なんで今回もこのダディ・ブラザー、ミスター・ビッグのこのね、もう代表曲といっても過言じゃないぐらいのダディ・ブラザー、ギター切ってたら必ず一回はコピーするであろうというですね、この曲を一つモチーフにしようかなと思っております。で、BPM ってものがあるわけですよ。なんとなく聞いたことがあると思います。皆様、メトロノームを使って練習してますでしょうか。メトロノームを使って練習するときに必ず必要なのがこの BPM という数値なんですけれども、まあ世の中ね、今すごく便利なんで、Google 開いて、ダディ・ブラザー、BPM とか、なんとかなんとか BPM っていう感じで、検索すればすぐ出てきます。ダディ・ブラザーは180という BPM です。で、この BPM を60で割ります。で、60で割ると、それぞれの四分音符のスピードが出てくるので、その数字をまず見ていってみましょう。四分音符。ダディ・ブラザーの場合は、これを割るとですね、333.33333みたいな感じで割り切れないんですけれども、333、まあ、0.333 秒という数字が出てきます。で、これはミリセカンドっていうんですけども、ミリ秒ですね。333ミリ秒。つまり 0.333 秒という感じで見ていくんですが、なんで60で割り出したものをさらに1000で割ってください。そうするとミリ秒が割り出せます。四分音符ってまあそこそこゆっくりな音符のはずなんですけども、四分音符でさえね、333ミリってやばいっすよね。めちゃくちゃ速いっすよね。で、さらに これを半分にすると8分音符が割り出せて、さらに4分の1にすると16分音符が割り出せます。で、ダディ・ブラザーのソロのとこはこの16分音符を使うんで、この333を4で割っていきましょう。そうすると83という数値が出てきます。ババーン。ダディ・ブラザーの速さは、まあ83と言っても過言じゃないでしょう。0.083 秒。早いっすよね。マジで。はい。こんな感じの曲なんですけども。こんな感じの。これがまさに、83ミリ秒でございます。まあ、ざっくりですが、ダディ・ブラザーの速さは83。まあ、これが基準かなと思います。まあ、ぶっちゃけエレー速いです。エレー速い。本当にもうね、180の16分はね、むちゃくちゃ速い。半端ない。で、あと、アンケートでありましたのがね、ジェット・トゥ・ジェット。これ、アルカトラスですね。イングベイの、本当初期の、作品でございます。でジェット・トゥ・ジェットはですね、254という見方もできるんですけども、ちょっとそれだとわかりづらいので、127で見ていきましょう。で、やっていくとすると、四分音符が、470、472です。
で472って見ると、ああじゃあ結構ゆっくりだなとかね、127って見るとね結構ゆっくりだなって思うじゃないですか。しかしところがどっこいですね、この曲のソロはですね、トリプレット16、3連16っていう音符を使うので、この四分音符を6分の1しなきゃいけないんですよ。そうすると、いくつになるかっていうと、びっくりすることに79という数値が出てきます。だから単純の速さを比べると、基準であるダディブラザーよりも4ミリ秒速いんですよね。こんな。こんな感じの曲なんですけども、まあえれえ早いと。けれど、見ていただいて分かる通り、こっちのジェット2ジェットですね、その運指がすごいシンプルなんですよ。で、それに対してダディブラザーの方は、こういうストレッチが出てきたりとかして、むちゃくちゃ運指が細かくてややこしいんですよね。なんで運指はすごいダディブラザーの方が難しいんですが、単純な速さとしてはジェットトゥジェットの方が、ちょっとだけ速いです。79。これもまあ、えれえ速いなって感じですよね。で、あと、クリス・インペリテルの曲で、セブンティース・センチュリー、チキン・ピッキングなんていう曲も、アンケートの方に上がってまいりました。このセブンティーセンチュリーはですね、BPM がですね、109。ということで、まあ、上の2つから比べるとむちゃくちゃゆっくりに見えますよね。だから四分音符もこれを60で割ると550ミリセカンド。セカンドでいいんだよな。うんうん。ってことなんで、かなりゆっくり。で、この曲は、トリプレット16なんで、これを6等分していきます。6で割ります。そうすると92。っていうテンポが出てくるんで、まあ、上の2つと比べると速度自体はめちゃめちゃゆっくりに見えますよね。92。でもフレーズがですね、この曲はね、もうもちゃもちゃにややこしいんです。ダディブラザー、もうジェットツージェットなんか目じゃないぐらいややこしい。こんな感じでもね、モケ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 って弾かなければいけないので、まあ、単純な速さで見比べればね、こっちの方が全然遅いんだけども、分子がもうほほ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 っていうぐらいな感じでございます。で、他にもあったのがその紅ですね。まあ X ですよ。X の紅。で、この紅は、BPM が155。なので、これを60で割ると387。で、使う音符は普通の16分音符なので4で割っていきます。そうすると、くれないは97か。97という数字が出てきます。まあ、洋楽聴かない人からするとですね、このミスタービッグとか、アルカトラスとか、なんかこう、クリス・インペリティとかって聞いてもね、誰って感じがするし、やっぱりこうね、ヨシキさんがこう、どこってやって、ヒデさんがかっこよく弾いて、パタさんがわーってハイ弾きしたりとかすると、やっぱり X の方がね、その目につきやすいし、派手だし、結構やっぱテレビとかで見る機会とかもあるし、やっぱりこう、すごいっていう風に思われるんですけども、実はこうやってね、比べてみると、紅は大したことないって言うこともあれだけども、まあ全然遅いんですよね。で、フレーズも、って感じでめちゃくちゃ。それはこのシンプルだったりとかするので、で速度もそんなでもなく、なんでこう早弾き界隈で見ると実は紅は結構初心者向きの曲と言えるところもあるんですよね。速度もゆっくりだし、運指もすごくシンプル。そんなのがあります。で、他にも、アルディメオラのリクエストがありましたね。リクエストでアンケートがありましたね。ちょっとこれ僕知らなかったんですけど、この曲。レース・イズ・デビル。なんかオンスパニッシュハイウェイみたいな感じのタイトルなんですけども、自分はそのね、あのパコデルシアとコラボしてたの地中海の舞踏、あれだけは聞いたことがあるんですけども、それ以外のアルディメロの曲は聞いたことがなかったんで、今回これ初めて知りましたね。ちょっと見ててみましょう。この曲174です。早い。
で、16分音符が主体なので、使う音符としては、これですね、86。おぉ、いい速度。で、結構ね、ちょっと聞いてみたんですけれども、フレーズもね、なかなかややこしくてね、これね、結構難しいですよ。なんか、なんだっけ、こんな感じのフレーズなんですけども、結構フレーズもねややこしいし、なかなか難しい。あ、落ちた。悲しみ。ジムダンロップのピックケースが取れてしまった。はあ、まあそんなところでございます。86、結構早いですよね。ダディブラー並みに入手もややこしいし、テンポもね、まあ一応3ミリこっちの方が遅いといえども、まあ、ほぼほぼ同等のスピードなんで、これはなかなかですよね。で、僕個人的にですね、まあ、皆様からアンケートいただいたこの曲もすごくいいんですけれども、個人的にちょっと古いんですけども、ポリフィアというバンドのですね、アビエーターという曲がですね、僕個人的にすごいこの早弾きの世界をまたこの一歩進化させたなっていうぐらいに、もうとてつもなく早くてですね、ちょっとこの曲もよかったら皆様に紹介させていただきたく存じます。BPM が150。の曲なんで、こうパッと並ぶとですね、別にそんな速くないんですよ。で、ソロのところもですね、まあ16分音符に関しては100なんで、そんな速くないです。しかし、この曲ですね、ところどころでね、ここ、トリプレット16が出てくるんですよ。これがマジでエグい。これマジでエグい。だってさ、それまでさ、70いったらさ、速いなとかって思ってたのにさ、60代突入してんすよ。これね、あの野球でいうとこのね、その150キロが154キロになったとか、155キロになったとかね、多分そういうものだと思います。このね、10とかのね、短縮はね、マジでね、画期的というかね、あの進化、本当時代。なんかこう、16分のとこはね、こんな感じで。まあ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 って生えてたんですよ。で、その6連符これが入ると、トキッと。で、ちょっとフレット足んないんですけども、この速さですよ。で、この、ちょっと見てて。っていうのをこのスピードで弾くんです。今までの比じゃないですよね、ややこしさが。これをこっちじゃないですよ、こっちで弾くんですよ。ちょっと意味がわからない。ちょっと本当に意味がわからない。あの、ジェットトゥジェットの、とかだったらまだ6個だからさ。まあ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 、確かに79とかになっても、このね、フィンガリングならできるなって思うんですけども、もう一回言うとこれよ。これをこの速度で弾くと、これはね、ちょっと本当にすごい、本当にすごい。もうそれ以外の言葉が出てこないぐらいにすごい。もしよければあのアビエーター、まあこれ検索すればね、普通にポリフィアのバンドが動画が出てくると思うんで、よかったら、聞いてみてくださいませ。ティム・ヘンソンという人もね、すごいもうめちゃくちゃギター上手なんだけどね、ゲストのジェイソン・リチャードソンという人がですね、これでバーって弾くわけですよ。
マジで半端ないから、ちょっと見てみていただけたら、幸いでございます。ではでは、あ、落ちたんだ。ではでは、そんな感じですね。今日はその、早弾き研究会ということで、まあ、ちょっとですね、ネタっぽくそれぞれの曲のスピード、数値で見ることによって、まあ、ああでもない、こうでもないと言ってみましたけども、いかがでしょうか。先日、ツイッターに、アンケート答えてくださった皆様、ありがとうございます。ちょっと拾いきれなくてごめんなさい。ちょっとわかりやすいところをバーッと並べてみましたが、こんな感じでございます。皆様ご協力ありがとうございました。ではでは、そんな感じで、また、好評だったら、早弾き研究会の動画の続き、やっていこうと思うので、もしね、この曲も取り上げてくれよ。あの曲の数字はいくつなんだよ。そんな感じの疑問とか、ご質問とかありましたら、バシバシコメントの方に残していただけますと幸いでございます。では、そんな感じで、今日の動画は終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。はーん。最後になりますが、私、滝沢勝成、ギターレッスンなどをやっております、地元の神奈川県は相模原市というところでですね、歌いストカフェというカフェの店舗を持ってるんですけども、そこでまあカフェ営業したり、ライブしたりとかしてるんですけども、まあ、マンツーマンレッスンも出るよと。で、神奈川まで来れなくてもですね、遠方からでも受けられるオンラインレッスン、スカイプのレッスンとかもやったりとかしておりますので、もしよければ、概要欄の方をチェックしていただいてご検討いただけたら幸いでございます。そんな感じでございます。では、そんな感じで終わりさせていただきましょう。今日も最後まで動画のご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ。じゃあね。